どうもおしゃれボートレース芸人の坂井須藤伝平です。おしゃれが止まらねー、まあ、せっかくね伝平吉本の芸人やってますから、今日はぜひ皆様にね、大喜利なんかをちょっとお見せしたいなと思います。クスッとできる大喜利をねちょっと考えたので、お聞きください。こんなボートレース大村はやだ、こんなボートレース大村はやだ。はい、払い戻しが仮想通貨だ。はい、嫌ですね。下がるかもしれませんからね。まあ上がるかもしれないですけど、まあ今日の優勝戦はしっかりとね仮想通貨でございませんから、楽しみに優勝戦皆さんで見ましょう。さあ、今日の大村の優勝戦のね予想の早速したいなと思います。まあその前に、ちょっとね前回前節前々節振り返ると伝平的中が続いておりますので、なんとね回収率も上がってきて的中率も上がってきて、今後どん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 上に上がってジャンプアップしていきたいなと思います。だから今日のね優勝戦もしっかり当てて皆様に当たるところを見せたいなと思います。今日のフォーカスはこうなりました。はい、1号艇のもう西山選手を中心のフォーカスとなっております。まあこれはねもう1号艇西山選手、昨日の準優勝戦含めて4本陰線走って4本とも逃げてます。しっかり最後のね最終日もしっかり逃げてくれるんではないかなと思っております。でその相手には誰になるんですかと言われたときに、やはり2号艇の片岡選手がやっぱり1番手ではないでしょうか。2号艇の片岡選手から、まあ、3号艇亀山選手、4号艇山崎選手、そして6号艇中村選手なんですけども、4号艇の山崎選手に1番4戦入りたいと思います。そして、3号艇の亀山選手には2000円、そして6号艇中村選手に1000円という形で7000円使います。そしてもう一方、1号艇の西山選手の相手として山崎選手を2着、そして片岡選手、亀山選手、中村選手を3着という形を、2000円、500円、500円という形で計1万円、使うフォーカスを上げてみたいと思います。まあとにかくね、他の演者の方も、こういうフォーカス出てくると思うんですけども、1号艇の西山選手の相手が、まあ、2号艇の片岡選手、そして4号艇の山崎選手がまあ筆頭ではないでしょうか。でもとにかく124が多分一番人気になることを想定して4戦入れておりますので、どうか当たってまた回収率とね、的中率上げていきたいなと思います。またね。